というケースは多かったでしょ。そうでしょうね、はい、でも不安を持っただけの0点のようにも見えましたけどね、はい。まあ、立ち上がりちょっともう歓声と悲鳴が起こります名古屋球場でありますが、1回の表裏両チーム得点がありませんで、さあ2回の表のジャイアンツの攻撃であります。このマウンド上の今中は名古屋球場で対ジャイアンツ戦は11連勝です。名古屋球場では対ジャイアンツ戦で圧倒的な強さを見せておりますが、因縁の人落合との対決であります。2回の表のジャイアンツの攻撃が始まりました。0対0です。6時に試合が始まっております名古屋球場です。今日は昨日からの徹夜組が700人ぐらい、11時から応援合戦が続いています。異様なムードで練習が、そしてまた試合が始まり、このね、牛汁っていう風に走りたいんですけどね、はいはい、それを我慢するかのように投げてますよね。そうですか、さあ落合との対決、ワンストライクワンボールから3球目打った、右方向ですがどうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか、この後一部の地域を除きまして6時半からご覧のチャンネルでお伝えします。以上、この放送はトミー、フジゼロックスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。誰が書いたシナリオでもありません。まさしく筋書きのないドラマです。この番組ではその予測もつかないドラマの完結編をこのチャンネルで皆様に最後までじっくりとご覧いただきます。すでに幕は開いています。先に点を取りましたのはジャイアンツです。落合のホームラン、これはヒットになったぞ。ドラゴンズの反撃です。ノーアウトランナーが一塁、そしてワンアウト満塁から真っ暗のセカンドゴロでジャイアンツが2回の表に2点を取りました。しかしその裏ドラゴンズ先発の真っ暗からパウエルが詰まった当たりでありますがヒットになりました。ノーアウトでランナーが一塁であります。戦です。解説をご紹介いたします。辰川光雄さん、そして鈴木隆松さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず辰川さんね、はい、真っ暗が先発なんですが、はい、桑田説、真っ暗説、はい、いろいろ流れてましたね、はい、真っ暗できましたね、ジャイアンツは。そうですね、いろんなコンディションから言って、はい、槙原がベストだと思いますね、はい、バラバラですね、ブルペンで決していいとは言えませんでしたけど、そのままですね、まだね、ただ気になりますのは1回の裏のドラゴンズの石膏です。せっかくチャンスを、これもどうだ、当たりはいい当たりではありませんが、ノーアウトでランナーが二塁一塁ですっていうのは絶対あるんじゃないかって辰川さん言ってましたですね、監督は。はい、全ての条件はね、中日が有利ですよ、今日は。そうですか、はい、だけど先に点を取ったのは鈴木さん、ジャイアンツだったですね。そうですね、だから、ゲームの見方としたらジャイアンツの選手点のも面白いってことですよね。そうですか、はい、2回の表にジャイアンツは落合のホームラン、その後ワンアウトからグラッテン元木の連続ヒット、そして村田フォアボールでワンアウト満塁からラストバッター真っ暗のセカンドゴロでジャイアンツが2点目を入れております。2対0です。ただし2回の裏ノーアウトでランナー2塁1塁でバッターボックスは7番の彦野。辰川さん、はい、真っ暗のピッチングなんですがね、はい、2本ちょっと不運なヒットが続きましたが立ち直りの気配はありませんか。ないですね。そうですか、ね、だいぶいいと思うんですが、はい、このフィリップと同じような投球してますよね、はい。まあ、それにしましても歓声ともそれから悲鳴ともつかないようなすごい声が一塁側、三塁側、レフト側、ライト側から起こっております。非常な緊張感の中で始まりました中日巨人の最終ゲームです。勝った方が優勝です。この彦野も終盤に来まして大スランプに陥りました。しかしこのところ当たりが戻ってきています。 V 選手の一人であります彦野。ドラゴンズ優勝すれば6年ぶり、ジャイアンツ優勝すれば4年ぶり、勝った方が優勝です。世紀の第1番です。波乱含みのスタートになりました。内藤とですね、それから宮本がブルペンでピッチングを開始しております。桑田ももちろん入っています。こちらがブルペンです。内藤と宮本もうすでに準備に入ってます。ドラゴンズのブルペンはまだ誰も投げておりません。ワンツー、
バッターさん、ジャイアンツの方はやはり早めの継投ということは十分ありえますね。ありえますよ。バッター、上田、どうだ、当たりは3本ともどん詰まり、全部ヒットになりました。ノーアウト満塁です。ノーアウト満塁です。なんか鈴木さん、はい、大変な試合になりそうな予感がしますね。まあ、普通のペナントレースじゃちょっとこれお目にかかれないですね、こういうヒットの連打ってのはね。さっきはジャイアンツの方にね、運が向いてるなと思いましたけど、またこれコロッとね、ドラゴンサイドになってますからね。そうですね、ほんと目離せないですよ。はい、松川さん、3本ともどん詰まりですもんね。はい、まあ、ただあの牧原のね、投球が1・2・3になってるんですよね。はいはい、その1・2・3のところへあの中日打線はもう思い切っていってますよね。はい、だから今のようなヒットが出るんですよね。早くも5本のヒットを打たれております。マウンド上の牧から塁上ランナーが埋まりました。ノーアウトです。バッターボックスは8番の中村。大歓声が起こっています。もちろん3万5千。これはボール。全国の野球ファンの関心がこの名古屋球場に集まってます。まあ、勝田さん、こういう試合っていうのはですね、はい、もうデータはもう関係ないと申し上げてもいいと思うんですが、はい、ただ一つ関係あるとするならば、はい、選手得点取った方が絶対に有利だろうと。そうですね、はい、まあ、しかし今のチーム状態からいきますとね、鈴木さんが言われたようにね、ちょうどいい判定のような感じもします。そうですか、はい、これは詰まりました。バックネットを越えます。1回の裏のマキャラの立ち上がりというのもピンチの連続でありました。清水にいきなりツーベース。しかし小森がバント失敗、その間に清水が飛び出しました。これでワンアウト。小森がヒット、立浪デッドボール。しかし大砲463のゲッツー、なんとかしのいだ。マウンド上の牧原、ワンエンドワン。これをジャイアンツの首脳陣がベンチでどう読みますか。斉藤と宮本のピッチングはすでに始まっています。桑田ももちろんベンチに入っています。ワンツー、2点を追いかけます。これもバックネットを越えます。1回の裏の ね、ドラゴンズの隙の朝、今度はドラゴンズに隙を与えているようなね、今のところそういう分け前は一緒ですね。そうですね。2-2、あーっとボール2-3。いつもよりボールをがっちり握りすぎなんですよね。はい、だから手首は封されてしまっていると無理はないかなとも言えますけど。リードしているのはジャイアンツです。2点取りました。落合の先制ホームラン。どうだ、一度止まったんですけどね。はい、中村は見事に三遊間を破りました。これであっという間の2対2の同点です。全く予測のつかない最高のドラマになってまいりました。堀内ピッチングコーチ登場です。あ、長嶋監督出てきました。早くもピッチャーを変えるようです。これは立川さん、今斉藤がやってますね。はい、これはもうあの牧原ね、立ち直るのはちょっと難しいでしょ今日は。あら、斉藤が出てきました。斉藤です。もう今日は総動員体制です。ノーアウト、ランナー二塁一塁です。